成田悠介さんをご存知ですか？ご存知でしたら彼の考えはどう思いますか？だって。ああ。どうなんだろう。まあ、頭が賢すぎてね。なんか、なんつったらいいんだろうね。こう、この世の人の感情とか、なんかそういったものより、感情って言ったらおかしいか。なんかこの世の仕組みとか、そんなことより、本質的に、この方が楽だよねとか、この方が楽しいよねとか、こういうふうに生きたいよねっていう、なんかそういうことを非常に重要視して自分の人生を送っている方なんだろうなと思います。世の中のことは事実の現象として、こう文献とかいろんなもので知識はたくさんあって、理解して把握はしてるんだけど、その中でうごめく人たちにはあまり興味がなくて、自分自身がこう楽しめる空間とか、快適に暮らせるコンフォートな空間とか、そういったものを重要視して生きてるのかなと思うんだけど、合理的な人だなと思いますけどね。賢いんだろうなと思う。ああいう人の人生とか羨ましいなと思う時あるな。勉強とかを本当に極めて、知識をやっぱりひたすら頭に詰め込んで、それが苦じゃなくて、その学力とか知識の量で、世の中の仕組みみたいなものを凌駕するほどの地位に、やっぱり駆け上ってる人ってのはすごいなと思うね。